はい、です。本日はもうここに用意してますリアルミリのね新しいモバイルバッテリーを開封していこうというところですね5000円切るものなので全然高くないんですよ2万ミリアンペアワーで5000ミリ、ah、切るっていうのはなかなか優秀ですねもちろんこれより安いものいっぱいあるんですけど さ、あのー、まざまな保護機能というかそういう仕様になっているかつ、まあ、最大で3つ同時に充電できたりとかっていうのもありますしあとですね、まあ、これちょっとアナログなんですけど電源ボタンを押すことによって、まあ、そのモードを切り替えて例えばそのイヤホンとかあとはスマートウォッチとか最近の,そのスマートフォンとは別で まあその低電電圧でで充電しななきゃいけないけけもののっていうのはあるわけですよね。あのそういったものに対してのいたわる形で低電圧モードっていうのも備えてたりするんですよなので結構いろんなそのフォローアップがこの中に入っていつつ2万ミリ積んでいってまあ5,000円を切るという形なんでなかなかいいんじゃないかなというふうに思い 今回開封しようというとといころになってますでパッケージはもう見ての通りなんですけど他のリアルミーで出てきている IoT 製品これはイヤホンですけどと同じようなね提出のものになっているのと、まあ、あと色というか用意されてるカラバリも似ていて今回のこのリアルミーまあブランドロゴが黄色になってますけどもボディが黒で文字が黄色っていうものとボディがイエローで文字が黒と。 まあその2パターンがね用意されてるというところですで今回、えー、開封するのはうんとここですねイエローイエローって書いてあるんでイエロー版を開封しようと思っていますはいここに特徴がありますけどね 18W 最高のまあ速度でできますよというところですまあもちろんこれよりも早いですね充電に対応するスマートフォンでできてるんですけども まあそこそこモバイルバッテリーとしてはここまでできますよというところと今言ったようなこの低電圧でね充電できるっていうところだったりとかまあこの3つ同時充電とかねそういったことこれ3つ同時充電ですけどバッテリー自体を充電しつつ2つを充電するっていうような使い方もできたりしますと。でこれ14層のまあ保護機能ですねプロテクションっていうのがあってまあ要はその過充電 しないようにとか、えー、まあそのものが発熱しないようにとかもちろんそのこのバッテリー自体もっていうまあいろんなものをですね、まあ、14, 14個のまあ保護機能っていうのが入ってるよというところになってますね。なのでこのバッテリー自体の何て言うんですかねこの安全性担保してますかつこれにつなげるデバイスの安全も考えてますよというような機能がまあ約14つ。 搭載されているということになってるという感じですね。はい。ということで、開封していきましょう。さてと、よいしょ。もう、開けたらそこで終わりみたいな感じがしますが。よいしょ。おー、かっこいいじゃん。キロ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 ドーン。いいね。ちょっと待って。 よし。もうこれだけだから。これだ、これだけだからもう。い。一応ユーザーマニュアルも入ってますね。仕様の部分だったりとかもありますが。うん。こんな感じ。そんな別に書くことないからね。で、これは充電用のケーブルですが、2E1 になってるのかな。 そうだね。マイクロ USB 仕様にもなってますね。タイプ C とマイクロ USB と。で、これはケーブルは白なんだね。白でかつ中まで白っていう風にしてありますね。中まで色を整えるっていうのはこのリアルミーはもうずっとやってることなのかなもしかして。ケーブルがなんで白な、白なのかちょっと疑問ですが。 ここまで来たらね、あの、イヤホンとか、そういったものにも付いていたケーブルは黄色だったりしたので、このケーブルも黄色でよかったんちゃうんかって思ったりもしなくもないですが、まあ一応この、パッケージにはあいますけどね、ホワイトのケーブルが入ってますと。そしてこれが本体ですね。うわ、真っ黄色だわ。なかなかスタイリッシュに見えますね、黄色っていうのは。よいしょ。 これちょっとねカメラ越しだとレモンっぽい感じに見えるかもしれないですけど本当はもっとなんだろうな本当ザ・黄色って感じです、えっと、オレンジっぽいと言ったらわかるかもしれませんけども、うん、どうこうあこうしたらもうちょっと黄色っぽく見えるかなうん一人によってはオレンジっていう風に勘違いするかもしれないような黄色ですこれちょっとレモンっぽく見えますけどねそういったものになってます で、リアルミーというロゴが入ってますが、表面ちょっとわかるかなあのね、こう、線が入ってるんですよ、これ、細かく。サラサラ系になってて、グリップ力割と高まりますね、こうなってる方がね。うん。まあ、そんなに落とすことがあるのかっていうのもあれですけど、多分使い方としては、 こういういデスクとかに置きつつ、まあ、テーブルでもいいですけどものをこうつ接続して充電するっていうパターンもしくはバッグとか、えー、に入れながら充電するっていうパターンだと思うんですそんなになんか落とすこととかは想定し,てしなくてもいいとは思うんですが結構このザラザラのおかげでグリップ力は高まりますしまあちょっとおしゃれ感を増しますね。うんこういうのね ハイライトの走り方とか変わるので単,単純ななんかもう何んつうんだろうこう樹脂の塊っていう感じはちょっと軽減されてるかなというところですか、まあ、あとはこう見れば分かるんですがこっち外に行くにつれて全体的にこう R がかかってきてるんですね落とし込みがかかってるわけですよこれはなんかこうバックとかに入れやすかったりするよねうんそこら辺はありますね単純に。 すごくシンプルな形状ですけどそんなところは感じられるというところで2万メリーねえ来ましたでこっちあこっちほら単身の中まで黄色よ統一感素晴らしいここを押すとインジケーターがあ出るんだね現状だと半分までってことですけどこれが電源ボタンになっていてこれを2回押すのかな 2回押すと低電圧モードっていうものになってここから出力される、まあ、電圧が低いものになるとまあそれで、えー、イヤホンだったりとかスマートウォッチだったりとかっていう、まあ、そういう IoT 製品ですねなんか高速充電を売りにしてたりとかしないものに対しての充電になるともちろんまあそんなこと気にしないで充電しちゃうよっていう人もいるとは思うんですけどもまあそれぞれのものを大切にっていうふうになるとそういうところが まああっった方がいいよねっていうでもちろんですねこういったものって最新のものだったりすると自動的にそれを判別して、まあ、やってくれたりするものも結構あるんですがそもそもで5,000円以下ですからねそういう低価格帯のものであれば、まあ、アナログではあるかもしれないですけどこういうものとして機能自体は備えてくれてるのがありがたいことかなというふうに思ったりします。 まあ2万ミリのバッテリーとしてはですね、重さがだいたい4 9 5グラムっていうところなので、まあその数字だけ聞くと重いなっていうふうに思うかもしれませんけど、2万ミリのバッテリーとしてはまあ、むしろちょっと小さめにまとまっててっていう感じですかね。まあすげえ小さい、すげえ軽いっていうものではないですが、まあ割と あまあ、そういった小さめで軽めのものには仕上がってくるかなっていうところですかね。であと、まあ、最近だとスマートフォン自体の、まあ、バッテリーの平均値として約4000ミリぐらいですか。4000ミリ前後がだいたい主流かなっていうふうに思うんですけども、4回ぐらいの充電にはできるんだろうなっていう感じですね。あのご存知だと思いますけど、これ2万ミリ、2万ミリ積んでますけど、 そのまま4,000ミリのものを5回みたいな充電できますってものではありませんから、ね、あのそこはですねこういうこういつの蓄電のなんていうんですかね、えー、蓄電してそれをまあ保持する力と、えー、あとこれを出力していくまでの間のロスっていうものが発生するので、あのー、算数としては4,000ミリを5回充電できる。 はずなんだけども、理論的にはそうならないんですよ。はい。なので、そこら辺はですね。どのバッテリーでも同じですから、えー、そこら辺は注意してもらいたいなというところです。逆にこのメーカーの方からこういうものを作ってる。メーカーの方から2万ミリのバッテリー出していて、それで4000ミリのスマートフォン、えー、5回充電できます。みたいなのとかっていうのをそのまま算数の計算を、えー、なんだろうな。 サイトとととかに貼っっってるメがーーがあたたらそれは嘘だと <laughs> 思思方がいいと思います、はい、ちょっとね信用しないようにした方がいいと思います。と、はい、いうことでですね今回リアルミーのパワーバンク2を開封してみました。はい、なかなかいい黄色ですね。はい、何度も言うですけどこれちょっとレモ,ンレモンイエローに見えますけど本体はもうちょっとオレンジ味がかってるイエローです。 ちょっとライトとカメラが自動的にそんな補正をしちゃってくれちゃってるので、そういうふうに見えなくもないですが、実態はですね、本当にザ・黄色っていうね、オレンジっぽい感じのものなので、そこら辺は、そうだね、ネットとかで上がってる画像の方がもしかしたら色は参考になるかなというふうに思ったりしますね。はい。ということで、お見せいたしました。また見て。バイバイ。